2023年2月15日、水曜日、ニューアルバム、Not Unusual をリリースするシンガーソングライターの阿部真央が、そのリリースを記念して、7月にワンマンライブ、阿部真央ライブツール、Never Never Fair を東京と大阪で開催する。2023年4月1日、土曜日、に大阪、ナンバハッチ、2023年4月2日、日曜日、に東京、EX シアター六本木にて、それぞれ開催される。今週末12月17日、土曜日正午より、ファンクラブでチケット最速先行がスタートするのでお見逃しなく。バル、またライブの発表に合わせて、ニューアルバム、Not Unusual のビジュアルも解禁された。アーティストビジュアルとアルバムカバーアートには、全身白を着た阿部真央が黄色い犬の散歩をしているというシンプルなビジュアルを採用、父と共に認める愛犬家の阿部真央のリラックスした表情からはまるでバルーンアートに生命が吹き込まれたかのような自然で有機的なパワーを感じることができる。Not Unusual という二重否定のタイトルによって強調している、普通を体現したようなビジュアルに仕上がっている。前作、まだいけます。以来約3年ぶりとなる記念すべき10枚目のオリジナルフルアルバム、Not Unusual は、コロナ禍でデジタルリリースしてきた、レディゴー、Be My Love、二人でいれば、I Never Knew You、Sailing といったシングル曲や、Don't You Get Tired、Who Am I が初 CD 化になるほか新曲を含め全11曲収録予定。I Never Knew You 以降はピアノで作曲をするようになっており、様々な意味で転換期と言える作品になりそうだ。収録内容などアルバムのさらなる詳細は追ってアナウンスされるので期待していてほしい。なお、アルバム収録曲、Never Fair は1月から放送されるテレビアニメ、人間不信の冒険者たちが世界を救うようです、のエンディング主題歌として書き下ろした新曲で、同曲はアルバム発売に先駆け2023年1月11日、水曜日に配信リリースされる。